関しては埼玉スタジアムに足を運んでくれたと思いますが、僕がピッチを走る姿を見せることができず、本当に申し訳ありませんでした。最後まで自分の実力不足を嘆き、情けない男だなと本当に後悔しています。ただ僕がフラレッツの選手としてプレーした12年間、このピッチに立ち続けた、一度も手を抜くことなく戦い続けた姿というのは、皆さんの目に、心に焼き付けていただけたんじゃないかなと思います。プロサッカー選手になって12年間、そして浦和レッズのユニフォームを着てから18年間になりました。12歳の時に初めて浦和レッズのユニフォームを着ようとした時、プロサッカー選手になれなくて、もう一度浦和レッズに帰ってきて、この埼玉スタジアムのピッチに立った日を今でも昨日のことのように覚えています。そして浦和レッズに恩返しするために帰ってきた。そしてそのためには僕はタイトルを取ることが全てだと思って帰ってきました。その僕の取ったタイトル全てがこの埼玉スタジアムのピッチです。この優勝した時に必ずこの最高の浦和サポーターの皆さんが後押ししてくれました。本当に感謝しています。浦和レッズでこの最高の時間を過ごした埼玉スタジアムで、自分がもうプレーすることがないんだと思うと、本当に悲しい気持ちでいっぱいですが、皆さんと共に作った歴史、思い出は自分の心にずっと生き続けるんじゃないかなと思います。そして長く浦和の栄光時代をプレーしたシュウちゃん、アルちゃん、新蔵くん、マキ、関根、このみんなには特に感謝しています。浦和レッズでの充実した日々を送ることができたと思っています。本当にありがとう。そしてサポーターの皆さん、一言だけ言わせてください。本当によく衝突しましたね。本当にお互いに浦和レッズを愛していたからなんだなと、このピッチに立って改めて感じています。何回もふざけんじゃねえとか、ちゃんとルール守って応援してくれよとか、なんでいつもそれだって思ってましたけど、
やっぱり思い返してみると、浦和レッズサポーターで最高だなと、お前ら最高だよ、本当に心から思ってます。そのサポーターの投手が亡くなってしまうのは本当に悲しいですが、僕にとって浦和レッズは家族です。埼玉スタジアムは僕の家です。僕の次の夢は浦和レッズのゼネラルマネージャーになることなので、18年間、本当にありがとうございました。